Hey guys, Sal here. Welcome back to more Dawn March Memorial for Reeds. Aim for the Sanctuary. つまりそれほどまでにヘステア様は尊く気高い女神の鏡なんです。お分かりいただけましたか？ええ、十分分かりました。課題評価に妄想が加わり、オリンピアがとてもかわいそうな状態になっているということが。数千年の時を経て噂に尾ひれが大量に付属したのでしょうか。おい、我々の損失はさておき、プロメテウス様も神ヘスティアこそ最後の希望だと認められております。天界より持ち込まれた天の炎は火を司る女神たちにのみ浄化できる。それが我らが神の答えなのです。プロメテウスの答えか。神様と、まあここまでがウラノスも共有している情報だ。ヘスティアとヘファイストス、二人がオリンピア行きを承諾するならギルドはオラリオからの使節団という形にするそうだぜ。至れり尽くせりってわけか。わかったよ、なら行こうじゃないか。ヘスティア。なんだよヘファイストス、ちょっとバイトを休むくらいいいだろう。せっかくタダで旅行に行けるんだから。 yes, but you have そんなに不満なら君だってついてくればいいじゃないか。わかったわ、私も一緒に行く。すごい、すごいです。これは素晴らしい名誉ですよヘスティア様。オリンピアといえば、さまざまな英雄譚や物語の中にも出てくる神聖な舞台。そこに実際に行くことができるなんて夢のようなことでございます。ベル様もそう思われませんか？はい、もちろん。話を聞くだけでワクワクしちゃって。言っておきますけど、あなたたちはダメですよ。え？お招きするのはヘスティア様とヘファイストス様のみ。それ以外の方々はご同伴できません。神託が示したのはヘスティア様たちだけなんですから、当然です。そもそもどうしてついていけるなんて思っていたんですか？それは…そもそもあなた、ベルクラネル、あなたの噂は遠いオリンピアの地にまで伝わっていますからね。一体どんな気高く美しい炉の女神を惑わす妖婦、主神にバイトなんてさせる眷属にあるまじき鬼畜妖婦。 That's her own fault. Ain't his fault. 神ヘスティアの心につけ込んで一生クッチャネを企む超絶ヒモ男、ネタは上がってるかよ。 Okay, so they've got this in reverse. They think what Hestia is actually is what Belle is now. おい、ヘスティア様がいたたまれなさそうに挙動不審になってるぞ。どちらかといえばベル様に寄生してぐうたら生活を満喫しようとしていたのはヘスティア様の方ですからね。Exactly. ヘスティア様、ご安心ください。私たちが安全かつ快適にオリンピアにご案内しますので。さあ、こんな眷属は捨ておいて。ちょっと待ってくれよイリアちゃん、そういうわけにはいかないさ。ベル君たちはヘスティアの眷属だ。主神のそばを離れるわけにはいかないよ。神託が示していなくとも、眷属を連れてくるなとまではプロメテウスだって言ってはないんだろ。それはでも神託の石踏みには、使節団として行く場合、処刑費はギルド持ち、融通するのはこちらだ。ヘスティアのためにも気が知れた護衛がいる方がいい。ヘスティアのことを思うなら、ファミリアの動向こそ
譲歩しなければいけないんじゃないかい？ Exactly. They're not worried about her feelings at all. Just theirs. 一理あります。レオ？こちらは国へとお招きする身。我々の事情を押し付けておきながらご希望を拒むなど、恥さらしもいいところでしょう。皆様のご同行を巫女町の名において認めましょう。ということは、私たち、もしかして。ああ、みんなで海外旅行としゃれ込もうじゃないか。海外旅行、なんと胸がときめく響きなのでしょうか。ちょっと待ってください。しゃれ込もうじゃないかって、まさかヘルメス様ついていく気じゃ。当然だろう、アスピー。この旅のスペシャリスト、ヘルメスがヘスティアたちをサポートしないで誰がするって言うんだ。あと、俺もオリンピアをこの目で拝みたい。そっちが本音じゃないですか。眷属だとかなんとか言って自分がついていく口実を作って。あ、もちろんアスピーも俺のおもりで参加だぜ。Oh God. ちょっと、結局ヘルメス様のペースです。というか、前にもこんなことありませんでしたか。 But of course it always happens. また面倒事の香りがするぞ。神様、本当に僕たちもついていっていいんですか。ベル君、当たり前じゃないか。僕も君たちと旅行していっぱい思い出を作りたいからね。はあ、はい、神様。よーし、決まりだ。それじゃあみんなで行こうじゃないか。幻の大地、オリンピアへ。Well, things about to get really crazy around here. Going to Olympia, place I've never actually seen before. It's going to be very interesting indeed. Although Ilya apparently really hates his guts. Let's see if that turns around once he saves Olympia. Aoi sora, soして aoi umi!日々バイトに暴殺されてるせいで下界の海を渡る機会なんてないしね、ベル君。はい、神様。海を見てるだけでも飽きないっていうか、目を奪われるっていうか。僕は海に入る君のその格好にも釘付けだぜ。改めて見ても似合ってるよ。神様もそのお召し物綺麗ですよ。話が決まっていきなり船に乗せられたのも驚いたが、押し付けられたこの服にも面食らったな。仕方ありません。リリたちは名目上使節団なのですから。あのオリンピアに足を踏み入れる者として、かしこまった服をまとうのは当然です。まあ身分不相応すぎて確かに肩は凝りますが。It's sad but true. まあまあ、お二人ともいいではありませんか。用意していただいたギルドが言うには、バトルクロスも兼ねて身軽、さらに頑丈という話ですし。それにベルフ様もリリ様もちゃんと似合っておられます。普段とは異なる装いでお美しいです。春姫様が言うと若干嫌味に聞こえます。自然に着こなしていて違和感がないです。春姫殿は正真正銘お姫君でしたから。なんでお前が誇ってるんだ。やれやれ、オリンピアには興味があったが、こんな堅苦しい格好させられるなんてな。ん？
Hephaistos looking. どうしたんですか、ヘファイスト様。ぼーっと海なんか眺めて。考え事よ。椿にファミリアを任せてしまって大丈夫かしらとか、火事場を構えられない船の長旅ってどうにも落ち着かないとか、そんなくだらないこと。もう土の根が恋しいわ。あなたが言うと冗談に聞こえないですね。ベル君、選手の方へ行ってみようぜ。そこで僕が両腕を広げるから、oh, come on, 後ろから抱きしめてくれ。どうしてですか。様式美だよ、様式美。船に乗ったらやってみたい定番ってやつさ。ヘファイストス様と違って我らが主神様なんてもうすっかり旅行気分で満喫しようとしてますけどね。そういえばリリスケ、珍しいな。お前がヘスティア様とベルの間に割って入ろうとしないなんて。 exactly. That's kind of strange. いいんですよ、リリが止めに入らなくても。どうせ彼女たちがめちゃくちゃにしてくれるんですから。神ヘスティア。Her heart won't allow it. 神ヘスティア、喉は渇いていませんか。寒くはありませんか。逆に暑くはありませんか。ゲッ、また君たちか。いい加減僕とベル君の邪魔をするのはやめるんだ。いくら海外式お世話しようとしたっていい加減僕も怒るぜ。怒った顔も凛々しい。さすが神ヘスティア。ザーくそー、話がちっとも通じないぞ。いやー、にぎやかでいいね。船旅はすぐに娯楽が尽きるものだが、これなら退屈せずに済みそうだ。うるさくてかなわないの間違いでしょう。まったく、これがかのオリンピアへ向かう船団だなんて信じられません。いいじゃないか、ヘスティアのおかげでギルドのお墨付きで旅行ができるんだから。楽しまなくちゃ損ってものさ。リュウちゃんもそう思うだろ。 Wait, what are you doing? 強引に私を連れてきておいて意見など求めないでください。気づけば施設団とやらの一員に組み込まれていた。一体どうやって宮川さんたちを説得したのですか。細かいことは気にするんじゃないよエルフ。あのオリンピアにお目にかかれるんだ。儲け者くらいに受け取っておきな。勝手に乗り込んだあなたが言わないでください。アイシャ、さも平然とついてきて。私が入団する時の契約を忘れたのかい。春姫と、あとはあの坊やも都市の外へ出るんだ。ついていかない理由がないよ。ま、一人二人増えても問題ないさ。俺からのプレゼントとでも思ってくれればいい。見え透いた嘘は結構です。私たちを同行させた理由など一つしか思い当たらない。それは？ドワー！海からモンスターが！ To protect them. 神様、下がってください。こういうことでしょう。誠に遺憾ですが、片付けます。ふん、船賃分くらいは働いてやるさ。Above a certain sea on a boat. 暗黒の時代を覆す光しているわよ。 Aren't these the same things that we fought in the, whatever the little hideaway spring? 暗黒の時代を覆す光しているわよ。 I thought it was gonna be the same ones. That's new as far as I know. Pretty neat looking.And then went back to the east. If you're gonna make us fight two of the same things, you could have at least had us fight the new serpent.
that I'm pretty sure I've never seen before. Oh, 相変わらず強い。ありがとう、エルフ君。それにアマゾネス君。気にしないでいいさ。仕事だからね。だが、あまり船べりには近づかない方がいいよ。今みたいに海面から化け物が飛び出してくる。今、クエストに出払っているせいで、オラリオに上級冒険者は少ない。このように道中の護衛を頼むには、私のような存在はちょうどよかった。そういうことでしょ、神ヘルメス。全部お見通しか。ま、この俺も訪れたことのない土地に向かうからね。念には念というやつさ。さすがオラリオの冒険者。ダンジョンの外にのさばるモンスターなど、いくら束になろうが物の数ではありませんね。私たちが出る幕もありませんでした。今の口ぶり、まるで彼女たち巫女がモンスターを相手取るように聞こえましたが、姿勢や動きは美しいものの、決して戦うもののそれではない。しかしオラリオに来航する際、危険な船旅を彼女たちだけでくぐり抜けたのは事実。彼女たちは、いえ、オリンピアはやはり伝承通り炎を宿しているということですか。 It's quite possible, yeah. I wouldn't put it past them to know how to, you know, take out a monster or two. Or a bell, for that matter.船旅ももう7日目。分かってはいましたけど、時間がかかりますね。マジックアイテムだかなんだかは知らないが、妙な力で推進してる分、普通の船より足は速いみたいだがな。一度大陸に近づき海峡を越えたはずですが、再び何も見えなくなってしまいました。水平線が続くばかりです。大陸中央の森の大河と並ぶ大自然地帯、メディラの海、いわゆる内海というやつです。総面積は両の指の数の大国を飲み込んでも足りないほど。海原のように錯覚するのも無理はありません。ああ、そしてどうやら目的地はもう目と鼻の先みたいだ。え、それは一体どういう。おい、見ろ、正面の海面、いや、空間が。空気が揺らめいている。蜃気楼。うん、かげろう。広い、そして高い。あたかも巨人が自分たちの目の前に立ちふさがっているかのような。ありえません、こんな規模のかげろうなんて。これではまるで。つまりそういうことなんだろう。わけのわからない力で人為的に張り巡らされた結界ってやつさ。これが常しえの神域が伝説と語られ、何人にも侵されなかった理由。 Yep, it was hidden away. おっしゃる通りです。オリンピアは原初の日に守られ、あらゆるものの審判を拒んできました。あの結界に触れたものは弾き飛ばされるか焼き尽くされる。こうして同じ炎を宿すものが開かぬ限りは。かげろうが消えて景色が変わった。
違うわ。結界に覆われていたものが見えるようになっただけ。それでは、あの半島が…いえ、あの都が…幻の大地、オリンピア。 After about a little over a week, we have finally made it. Can only imagine how long the trip is gonna take to get back. たどり着いたか、オラリオ。サイは投げられた。もう止まることはない。Oh? Well, that's not ominous. And a die is cast. Reminds me of Goblin Slayer. よくやったわね。ご褒美を何がいいかしら。Paradise. What? Oh, it's changing. Oh, nice.advance? 行こう！大いなる旅路へ！ここが、とこしえの神域。長い歴史を持つオラリオとも違う。いえ、町並みそのものが、もっと長い年月を重ねているような。空よりも青い海よ、神に祝福されし白亜の都よ、今こそ楽園を名乗れ。灯火は永遠となり、すべてを照らす。我らを見下ろすは大神殿、英雄をいただく悪路の丘。この地が大いなる聖書、オリンピア。記述通りでございます。整然と並ぶ建物に自然豊かな美しき大地ですよね。そうですよね、春姫さん。まるで英雄たの世界に飛び込んだみたいです。Oh, geez, you two. 英雄たん好きのベル君と春姫ちゃんにとってはここはまさに楽園のようだね。だが本の世界そっくりってのはいくらなんでも大げさじゃないか。英雄譚が描かれた話ってのは何千年も前のものなんだろう。いいえ、そんなことはありません。このオリンピアは数千年の時を変わらずに過ごしてきた大地。神々が降臨するよりもはるか昔、古代に築かれた町並みが寸分変わらぬ姿で残っています。数千年前の町並みがそのまま？本当かよ。じゃあその道もこの壁も全部最古の英雄たちが生きていた時そのままなんですか？ええ、 That's what it would mean. そうなります。ここは英雄の時代そのものが丸々残ってるんですね。来てよかったかい、ベル君。はい、今すぐこの町を回りたいくらいです。喜んでいただき光栄です。観光の時間は後ほどご用意させていただきますので、まずは我らの長である審議長とお話を。あとは到着を心待ちにしていたオリンピアの住民にもご挨拶をいただけると幸いです。ご挨拶って言ったって誰もいないようだけど。船で聞いた話じゃオリンピアにはたくさんの子が住んでるんじゃないのかい。ええ、賑やかな都という印象を抱いていましたが。 Oh boy. They were all waiting for her to arrive.
偉大なる神ウェスタじゃなくて女神ヘスティア、我らが大地オリンピアへと来ていただき感謝に打ち震えるばかり。ささやかではありますが、これより私たちオリンピアの住民一同で神ヘスティア歓迎のセレモニーを行いたいと思います。よっしゃ、イリアさん、いつの間に移動したんだ。さあ声を上げなさいオリンピア、練習した通りにバッチリと。さん、はい、神ヘスティア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 。Okay, then. 何を見せられているんだ。私が答えられるわけがない。神に問うべきだ。まあ、愉快なのは間違いないわね。愉快なのは。楽しんでいただけておりますでしょうか。ええー、ああ、うん、ある意味ね。それは頂上でございます。我らは数千年の間、違法より客人を招くという術を知りませんでした。それがこの度、神ヘスティアに来ていただけるということで、過去の文献を紐解き、歓迎の宴とはどうすべきかを研究したのです。その結果たどり着いたのが、この歓迎のセレモニー。兵士と巫女が七つの夜を一睡もせず練習した成果ですので、どうかご堪能を。ものすごく無下にしづらいですね。これはこれで、そういった謎の舞踏と思って鑑賞すれば楽しめなくないことがないような気もしないでも。無理をすると体に触ります、春姫殿。ここでの情けは脇差しでえぐるがごとき一撃です。十分楽しませてもらってはいるんだけど、ちなみにこれどれくらいあるの。今ご覧いただいているのが歓迎の儀第1章、oh, God. 全部で28章までございます、no. ちょっとはしょれないかな。 27 other parts? The Welcome Ceremony Part 28 Full Chorus 戦おう、信じているわ。 Oh, I totally was not expecting no song to be happeningI figured a welcome party was going to happen, but not that type of a welcome. Let's start! I kind of want to hear it, but at the same time, I don't. That one part was good enough. Let's start! And now we're beating down Ilia. We're stopping her performance short.神ヘスティアを歓迎するセレモニーでした。Oh my God, 喜んでいただけましたか？ああ、うん、ありがとう。いいものを見せてもらったよ。なんか ライン ヘスティア。よかった。みんな練習した甲斐があったね。はい。なんと嬉しいお言葉。我ら感激で泣き崩れてしまいます。
So am I, but for a different reason entirely. 出来はともかくとして、ヘスティア様を喜ばせたかったのは本当だったみたいだな。しかし、下せませんね。どうしてこんなにもヘスティア様が敬愛されるのか。最も近き場所に感じるのですよ。天の炎を奉りし、オリンピアの民にとってみれば、聖なる炎を司る女神なる存在は。This guy gonna be a bad guy? あなたは… We gonna have to fight him? 私は、プロメテウス教団の審議長を務めております。エトンと申す者です。その審議長っていうのは、一番偉い子って認識で問題ないかい？つまり、君がこの国の王様かな？いいえ。我らオリンピアに住む民は、天の炎と神プロメテウスのご意志の前では皆平等です。私はほんの少々神プロメテウスに近い存在としてこの都の取りまとめ役を仰せつかっているだけでございます。それではあなたが詳しく説明してくれるということですか？ヘスティア様がオリンピアに呼ばれた理由を。ええ、まずは我らの拠点である大神殿までお越しください。そこで全てをお話しさせていただきます。Okay. Maybe we'll finally get some answers as to why she was actually brought here. And why they needed to do a 28-part course. 改めまして、オラリオからの来訪者の皆様、ようこそ、オリンピアへ。そして、我らの声に応じていただき、ありがとうございます。聖火を司る悠久の女神を。堅苦しい挨拶はもういいよ。それよりも、ここが大神殿なのかい？はい。我らプロメテウス教団の拠点であり、オリンピアの中心地となります。随分と堅牢な造りですね。石壁は厚く、立地的にも城か砦のようです。まるで何かを守ろうとしているみたいですね。この神殿も古代に建てられたものなのですか？その通りです。この土地で最も古い建造物であり、同時にオリンピア始まりの場所でもあります。始まりの場所？天より降りたる奇跡の火、何も燃やすことなく邪を退け、触れる者に命を与える。偉大なる炎、魔を破る炎、大地を大釜に変え、神の慈悲としてここに納める。神殿の奥に刻まれた文言です。オリンピアの始祖が天の炎を報じたのがこの大神殿なのです。天の炎ってイリアさんたちが言っていた汚れてしまった炎ですか？神様に浄化してほしいっていう。そもそも天の炎とは何なのですか？なぜヘスティア様やヘファイストス様が必要とされるのです？簡単さ。天の炎、原初の人はもともと天界に存在するものだったからさ。は？全ては俺たち神々が下界に降臨するよりも前、天界で起きた話だ。原初の日は大神と呼ばれる者たちの管轄下にあった。だがそれを盗み出し下界へと落とした神がいた。その神こそがプロメテウス。深く考える者の名を持ち、先を見通しすぎてしまったがために
罪を犯した神だ。そのプロメテウスという神はなぜそのようなことをされたのですか？子供たちは哀れんだがためさ、当時すでに下界では大穴からモンスターがあふれ、人類はことごとく蹂躙される立場にあった。魔物の洪水に立ち向かえたのはそれこそ今日英雄と謳われる一握りの者たちのみ。プロメテウスはそれを感化できなかった。I remember these two. The Ancient Age and his sister. Dang, we're going that far back into the story? With Arthur? And, whatever his sister's name was. It's been a while, alright? I still only remember Arthur Gonauts.Sometimes as the fool. Still sucks I can't remember his sister's name, but it's fine. Definitely wasn't expecting to see these two here. But it makes sense. まだ始まりの英雄が帯同するよりも前に、天界から泣き叫ぶ子供たちを眺めるだけだったプロメテウスは決断した。原初の火を与え、子供たちを地獄極まる過酷から解放しようと。けれど配信の一人ゼウスはそれを許さなかった。どころか雷の稲鳴きで天が荒れ狂うほど激怒したわ。どうしてですか？聞く限りそのプロメテウス様は俺たちの先祖様を救おうとしたんでしょう。手段がいけなかったんだ。原初の火は下界にあってはいけない力だったから。あってはいけない力？早い話、下界で扱うにはデカすぎる代物なのさ。神の力そのものには及ばないが、それに準ずるもの。デミー・アルカナムと言っても過言じゃない。デミ・アルカナム？神々がその気になってアルカナムを行使すれば下界を消滅させてしまうという話は誰もが知るところですが、原初の火なる存在が途端に末恐ろしいものに感じられるようになりましたね。人類に文明や文化をもたらすためならまだしも、魔物を滅ぼす武器として火を与えようとしたんだ。ゼウスの怒りは烈火なんて問題にならないほど凄まじかった。そこから人雷のごとき速さで取り押さえたものの、一歩及ばず原初の火は下界に落とされた。およそプロメテウスの策略通りにね。そしてゼウスとプロメテウスが争った直下こそこのオリンピア、原初の火をもたらされた地というわけだ。崇高なる神プロメテウスのご意志に関しては下賤なる我々が理解の及ぶところではございません。ですが事実として偉大なる英雄が天の炎をその身に宿し、この地を守護しなければオリンピアはとうに滅亡していました。もしかしてその英傑っていうのがオリンピアの英雄エピメテウスですか？私もかの英雄譚の記述は覚えています。オリンピアの英雄とはすなわちその身に炎を宿し炎と共に戦うものであったと。ええ、その通りです。最初に炎を浴びた英雄を真似るがごとく、私たちはプロメテウス様からご加護を授かることによって天の炎のかけらをこの身に宿しています。あの結界に触れた者は弾き飛ばされるか焼き尽くされる。こうして同じ炎を宿す者が開かぬ限りは
あのとんでもない結界を解除したのもその炎のおかげってわけか。天界由来の力だって言うなら納得だよ。今日に至るまで天の炎はオリンピアの礎であり、すべての民草の命そのものといっても過言ではありません。ですがその炎がどういうわけか汚れ始めた。それは年月を経ることによって緩やかに、だが確実に神聖なる奇跡の力を蝕んでいったのです。今やそのにじみは大きく広がってしまいました。汚れの影響は確実にこの地へと侵食し始めております。具体的にはどのような事態が引き起こされているのですか？跋扈する異形や地殻変動、人々を犯す正気、そして神プロメテウス曰く、この影響はオリンピアだけにとどまらず、いずれ世界へと拡散されていくであろうと。待ってください。そういえば都市外からのクエストがやけに増えていましたが、まさかそれって。おいおい、汚れた炎の影響だっていうのか？冗談だろ。いいえ、届くわね。原初の火が異常をきたしているというのなら確実に。下界には過ぎた代物っていうのはそういうことさ。このままなら世界が炎上し怪人になる。Oh boy. The world will be consumed by flame, huh? So what exactly is Hestia going to be able to do to stop that? Okay. I think we'll do Formless God and then we'll end the episode off. Kekai が怪人になるなんて。そんなことが本当に起こりうるのですか？最悪の結末とやらに転がったなら間違いなくね。やれやれ、聖書だのなんだのと言われてるかと思えば厄介事を背負った爆弾じゃないか。大した国だね、とこしえの神域っていうのは。ごめんなさい。イリアちゃんたちのせいじゃないさ。むしろオリンピアは今日まで炎の暴走を食い止めていたんだろ？おっしゃる通りです。同時に神プロメテウスは救済の術も提示しております。天の炎の汚れを払う方法は一つ、炎を司る女神の力によって消し去るしかない。そこに話がつながってくるのか。天界の力は神々の力で何とかするしかないってことか。 Sounds about right. だが疑問は残る。下界ではアルカナムを封じている神々に一体何をさせるつもりなのか。まだ私たちが知らない奇跡が神々には残されているのか。うん、まあここまでは予想通りだ。僕たちがオリンピアに呼ばれた時点で分かってはいた。え、そうだったんですか？ええ、ゼウスたちの一件は神なら誰でも知ってるから。だからこそオリンピアに真っ先に降りたプロメテウスに原初の火に関連する事柄は今日まで一任されていたわ。ああ、だから理屈はわかるし理解もする。言いたいことはあるけどね。ちょっといいかい？話は大体わかった。その上で部外者の私が言うのもなんだが、気に食わないよ。気に食わないとは？これは神の不始末ってやつだろ。ならあんたの口から話を聞かされるのは間違ってる。
本人が説明するべきだ。頼み事をするならなおさらさ。筋を通しちゃいないだろう、オタクの神は。それは。主神はどこにいるんだい？さっさとここに連れてきて、自分の口から語らせな。お、どうなされたのですか？黙りこくって。それはできないのです。プロメテウス様がどこにいるかさえ我々は知らない。 A missing god, huh? あなた方はプロメテウス教団なのでしょう？ミリたちを呼んだのも神のご意志だとおっしゃっていたではないですか？はい、信託は常にいただいていますけれど、オリンピアの民が神プロメテウスをお目にしたことは一度もありません。一度もないってどういうことですか？神プロメテウスは不出の神。そのお顔もお姿も誰にも晒したことがない。実際にこの地におられるのか、おられたとしてもどこにいるのか、オリンピアに住む誰もそれを知らないのです。そんなことがありえるのですか？長い年月の間一度も人前に姿を現さないなど。ありえるね。プロメテウスは天界でもそうだった。とにかく用心深く、僕たち神々の前にも顔を見せたことがない。ああ、実際にプロメテウスと接触したことがあるのはそれこそ取り押さえたゼウスだけだろう。あの二人の間で何があったのか私たちも知らないくらいだもの。名前は誰でも知っている。だがその姿は誰も知らない。そういうわけかい。まるでエニオのようですね。はあ、まあこのパターンも想定はしていたけど、下界に降りても徹底してるとはな。本当に神経質な神だよ、プロメテウスは。待ってください。それではどのように国の舵取りを？お話をお聞きする限り、オリンピアにおける全ての決定権はプロメテウス様がお持ちになられているように感じられます。オリンピアは国家系ファミリアではないのですか？この口でお話しするより皆様のマナコで見てもらった方が早いでしょう。どうぞこちらに。あちらに石碑があるのが見えますか？我々は神の石踏と呼んでおります。プロメテウス様のお言葉はあの石板に記されます。それこそ我らが知らぬうちに気がつくと綴られている。その真意に従い我々は手足のごとく動きます。あの石踏に記された事柄はオリンピアの者にとって絶対なのです。今もヒエログリフが刻まれていますね。女神ヘスティアに天の炎を見せ救世へと導け。やれやれ、一度も会ったこともないのにご指名か。まったく、プロメテウスは失礼なやつだよ。神ヘスティア、これは神プロメテウスのお言葉であり、我らオリンピアの人間すべての願いでもあります。どうか天の炎の汚れを払い、オリンピアの地を、この下界を救ってくださいませ。神様、まずは見てみなくちゃ何も言えないな。案内してくれよ、汚れてしまった炎の場所まで。Oh boy. Prometheus isn't showing himself at all. Wait, there's a boss battle right after the next one? Okay, well, either way, let's see what these have to say.
this one. The dress provided by the guild is made of fine fabric. They could have decreased our tax if they have the money to spend on things like this. Anyway, I'll go easy on them this time for not making me go through all that paperwork that I normally have to do. Since Belle became a second-class adventurer, what I'd like to do with Belle during this trip is... randomly written in unreadable hieroglyphs. Hestia, what are you doing? No. As we crossed the inland sea of Medulla, I saw the most magnificent view I've ever seen spreading across the horizon. Oh, this is Haruhime's tale. Alright. It was like a peninsula that popped out of the heroic tales. It was a beautiful sea that made us think we've traveled back in time. The word beautiful is not good enough to describe it. Olympia, the eternal sanctuary in the home of flame. Oh, if only I could be here for sightseeing alone with Master Belle. Entry incomplete, Polly, because of the little puzzle girl. yeah, sounds like something Lily would do. The Order Prometheus, a group that governs Olympia with God Prometheus as its core member. All Olympians are members of the group, which is similar to how things are in Rakia Kingdom. Just like every other familia, God blesses the children with Falna. However, based on God's will, they do not call themselves a familia. There is no ordinary god-children relationship. Prometheus reigns there like an absolute law. Sounds about right. Alright, now with that, I'm going to end this episode here. Thank you for watching. See you guys next one. We will continue on through the story. I don't really know how many are left. I'll be right back. Looks like we got a lot more episodes to go. This goes all the way up to 33. Oh boy. So yeah, I'd say give or take with how I'm doing this, maybe in 40 to 50 minute increments, give or take, maybe 4 more episodes just for part 1, maybe more, all depends on if I actually start doing this for an hour long, I might. So yeah, either way, till then, see you guys later.